オーブリヒハイムはドイツビュルテンベルク州ネッカー・オーデンバルト郡の町村。オーブリヒハイムは古城街道に面したオーデンバルトの市脈沿い、ネッカー川西岸に位置している。ネッカー川の対岸はモースバッハのディーデスハイム地区である。ハイデルベルクまでは約5 0トルハイルブロンへは約3 0トルの距離にある。長域は 標高138メートルから323メートルの熱海を自然公園に含まれる。町は中心地区であるオーブリヒハイム地区とアスバッハ地区、メーテルシュタイン地区からなる。新石器時代や戦隊分土器時代の様々な出土品から現在のオーブリヒハイムの長域には古くから定住者があったことが示されている。石器時代や青銅器時代の墳墓もある。 オーブリヒハイムでは、ケルト時代の骨や副装品が発掘されている。ローマ人たちは、オーブリヒハイムの入植地を維持した。それは、ネッカーリーメスを安全にし、ネッカー川及びその往来を監視するためであった。ローマ時代の遺物としては、ビラルスティカの基礎や、町の中心部から発掘されたメルクリウスの石が保存されている。ローマ人は、アレマン人によって三世紀に、 ラインウガンのドイツ南西部全域から追われ、6世紀にはここにフランク人が進出した。南西ドイツ地方は8世紀にキリスト教家された。新しく創設された司教区や修道院に多くの所領が移譲された。773年のロルシュ文書にユバラッチハイムがロルシュ修道院に贈与された記録が残されている。また、 オーブリヒハイムは976年に皇帝夫を2世によってモースバッハ修道院のためにボルムス司教に対応した記録が残されている。メーテルシュタインの最初の記録は1000年頃、アスバッハは1100年頃である。970年頃、この村のネッカータール高台の斜面にそそり立つ岩山の上に法品堂と城が建設され、976年から、 ボルムス市教区の霊園として、モースバッハ修道院がこれを利用した。もう一つの城、メトレンブルクとも言うは、現在のプロテスタント教会の置に十一世紀に建設された。1290年頃に、法頻堂と城は大規模な拡張がなされ、この城によって、オーブリヒハイムの統治がなされた。後に、ヘルムシュタット家がそこに入った。1401年にルプレヒトフォン、 レアプファルツがこれを獲得し、ノイブルクと名付けた。アスバッハ1380年からすでにプファルツ領であり、メーテルシュタインも1400年からプファルツ領となった。14世紀には、ネッカー川を遡ったカールスベルクに、第3の城であるラントゼア城が建設された。この城もプファルツ選定校の所有となり、小さな断片が残るのみである。15世紀には、ロッサウケが、 ノイブルクの霊園主となり、この城塞を城官に改築した。この城は、現在でも、遠くからでも目に入るオーブリヒハイムを象徴する建築物である。オーブリヒハイムとメーレンシュタインの境界は、1371年からその存在が知られている。30年戦争中、1635年に、オーブリヒハイムは事実上抹殺された。わずかに残されたのは、 主に、スイス人移民が住む入植地だけであった。この戦争の間の多くの年月ノイブルクの霊園あるは、バイエルン選定高領の最小ゲオルクフリードリヒフォン、イーゼルバッハであった。いずれにせよ、戦争と伝染病でてひどく痛みつけられた、この町は、30年戦争以後の200年以上に、渡って、貧困と途端の苦しみに苛まれた。 1786年、オーブリヒハイムには3つの教会、1つの学校、118、県の家屋があった。1803年にこの町は、来人間高領になり、1806年には新たに、成立したバーデン大公国に編入された。住民の苦しみは、主にアメリカへの移住を引き起こした。19世紀後期の鉄道建設は、わずかな公用しかもたらさなかった。 1845年にライニン人間ビリヒハイム、ハクカールがノイブルク城を獲得し、1869年にはジェット家がこれを入手した。ネッカーエリツには1944年から1945年までナチスのナッツバイラー強制収容所の外郭施設があった。この施設の収容者たちはオーブリヒハイム石膏採掘所での採掘作業に従事した。 彼らははじめ、ネッカー川対岸のモースバッハネッカーエールズの学校に収容された。収容施設群は芝叩くうちに拡大した。オーブリヒハイムの地下に作られた爆撃機のモーター工場ではほぼ1万人が様々な種類の作業を行った。1945年に900人の収容者が解放された。鉄道の連絡と軍事工場の存在は、 戦争期間中たびたび空爆を受けた理由であった。戦争後、東部ドイツからの放逐者たちは、ノイブルク城内に収容された。1961年にこの町は、ドイツ発の商用原子力発電所の建設地に選ばれた。資本金1億ドイツマルクのオーブリヒハイム原子力発電所 GMBH の設立がこの地域に及ぼした、経済上のインパクトについては、 議論の余地がある。この原子力発電所は2005年初頭から創業を停止している。宗教改革以降、オーブリヒハイムではプロテスタントが優勢である。3つのプロテスタント教会組織の他に、ローマカトリックの教会組織もこの町にはある。オーブリヒハイムの町役場、オーブリヒハイム議会は定員18議席で5年ごとに選挙が行われる。 ゲオパルクプロジェクトの枠組みで、ノイブルク上メーテルシュタインの、チクヤク・バイスブイゲルマニアオーブリヒハイムの、ウェイトリフティング部は、ブンデスリーが一部で戦っている。2003年には、ドイツ男子マイスター戦で優勝した。2005年と2007年には、それぞれ準優勝を得た。オーブリヒハイム東部のネッカー沿いの、石膏採掘場では、年間30万トンの石膏が積み出されている。 テクノロジーパークネッカーオーデンバルトは、オーブリヒハイムの交通の便が良い地の乗りを生かして、新しい企業立地を提供している。オーブリヒハイム原子力発電所、オーブリヒハイム原子力発電所の反応炉は、2005年5月11日に、創業を停止した。使用しなくなった建物を解体するのには、その後14年を必要とする。この原子炉は、百六十八年に、ドイツで、 初めて商用に利用されたルであった。オーブリヒハイムから2本のコンクリート橋が、ネッカー川を渡って、モースバッハのディーデルスハイム地区とを結んでいる。連邦道 B292 号線が、モースバッハジャンクションからオーブリヒハイムを経由して、ジンスハイム方面に向かう。鉄道メッケスハイムネッカーエールツ線は、初めはオーブリヒハイムへ、その後、 1945年に架けられた橋を渡って、ネッカーエールツで、ネッカータール鉄道に接続したが、この区間は廃止されている。ネッカー側を挟んで向かって、左がモースバッハ、右がオーブリヒハイム。ありがとうございます。